長崎県島原半島にある原城跡。江戸時代の初め、島原の乱が起きた場所です。城跡の公園を整備していたところ、地中から数百体に及ぶ遺骨が現れました。無造作に折り重なったままの遺骨、その傍らからはキリシタンの証である十字架も出てきました。3万7000人が一揆を起こした島原の乱、戦いに敗れた人々が惨殺されたという言い伝えは本当だったのです。しかし、戦いはなぜかくも凄惨を極めたのでしょうか。島原では戦国時代末から多くの領民がキリスト教に帰依していました。しかし慶長18年、江戸幕府によってキリスト教は禁止されます。邪教を広めて日本の国を領有しようと企んでいる。徳川家康はカトリック教国のイスパニア・ポルトガルがキリスト教の宣教師と結託し、日本の植民地化を狙っていると警戒したのです。キリシタンに改宗を迫る厳しい弾圧、島原からキリシタンは一掃されました。ところが禁教令から23年後、一つの予言が流布します。異教徒には火の審判が下される、そして天の使いが現れるであろう。天草に住んでいた16歳の若者四郎がその天の使いと目されます。折からの大飢饉、そして予言通りのカリスマの登場。一度キリスト教を捨てた人々が雪崩を打ってキリシタンに立ち返ります。彼らは信仰の許可を求めて武装蜂起。これに対し幕府軍は総勢12万人の大軍で鎮圧に向かいました。一騎軍はカトリック教国の援軍を頼みのつなぎ、原城で決死の籠城戦に臨んだのです。その時歴史が動いた。今日は日本とカトリック教国の対立の狭間で信仰に命を捧げたキリシタンたちの悲劇を描きます。こんばんは、皆さん、松瀬です。その時歴史が動いた。今日のテーマは島原の乱です。ご存知、あの天草四郎の下でですね、信仰の自由を求めて蜂起したおよそ3万7000、これ諸説あるんですけども、幕府の記録によると3万7000となっていますが、その3万7000の民衆が12万の幕府軍と戦った。一騎軍は壮絶な戦闘の後ですね、最後には籠城を選択する。その一騎軍が籠城した原城がですね、幕府によって攻められて陥落して、一騎軍は敗北するという、こういう島原の乱でございますが、今日のその時はその時、つまり幕府軍が原城を陥落させたその時、寛永15年、西暦1638年の2月28日といたしました。で、今ご覧いただいた冒頭の VTR でご紹介しましたように、この原城はですね、発掘調査が現在行われております。いろんなものが発見されましたが、そのうちの一つですね、例えばこれはその遺体と一緒に出土した十字架です。歪んでいたりですね、なくなっていたりしたものもございまして、当時のその戦火のものすごさというものを忍ばせる品物でございますけれども、しかしそれにしてもですね、なぜおよそ3万7000の民衆は
いわば玉砕に近い無謀な戦いを挑んだのでありましょうか。そしてもう一つ、それにしてもなぜ幕府軍も彼らの完全殲滅という徹底的な攻撃をしたのでございましょうか。今日の番組はこれからその島原の乱のお話でございます。島原の乱が終わった直後の寛永15年2月、長崎で弱い60になる男の尋問が行われました。一揆側の指導者でただ一人生き残った山田右衛門作という人物です。その供述書の写しが民家に残っていることが分かりました。山田右衛門作口書き写し。島原の乱で一揆軍がどのように蜂起し、そして敗れ去ったのか、そのいきさつが詳しく語られています。乱を遡ること35年、江戸幕府が開かれたこの年、山田右衛門作は長崎県島原半島を治める有馬氏の家臣を務めていました。領主の有馬晴信は自らローマ教皇に使節を送るほどの熱心なキリシタン大名でした。キリスト教に対する領主の手厚い本、さらに海の玄関口という地理的な条件もあり、領民のほとんどがキリスト教に改宗していました。当時島原の教会で使われていたキリスト教の教義書です。神デウスの我らに対する御大切を知って、我らも神を御大切に思わなければならない。御大切、それはキリスト教で最も大切な精神とされる愛です。戦乱の記憶がまだ生々しい時代、自分たちを大切に守ってくれる新しい神の存在は大きな救いとして受け止められました。民衆がキリスト教に惹かれたのはそれだけではありません。カトリックの宣教師は無償で治療を行っていました。人々は奇跡的な回復を神による施しと信じたのです。キリシタンとなった山田右衛門作も西洋の文化に直接触れています。右衛門作は宣教師から西洋画の技法を習い、有馬氏お抱えの南蛮絵師として身を立てたのです。この時期島原では宣教師と支配者の利害は完全に一致していました。宣教師ルイス・フロイスはその様子をこう記しています。宣教師は晴信に領内の寺社の破壊と領民の改宗を約束させた。一方で鉛と硝石を提供した。晴信の後任があったことから、キリシタンの布教活動はやがて過激さを増していきます。僧侶たちが隠していた仏像をキリシタンが取り出し、大きな仏像は祭壇もろとも放火した。宣教師に先導されたキリシタンたちは仏教や神道の信者を異教徒として激しく攻撃するようになったのです。キリスト教のこうした排他的な行動は一人の人物に警戒感を抱かせます。幕府将軍徳川家康です。家康のもとにはプロテスタント国オランダ国王から国書が届けられていました。
カトリック宣教師は日本人を改宗させて他の宗教を排斥しようと考えている。そして宗教の争いを起こさせ内乱に導こうとしているのだ。江戸時代の初め、日本に来ていた宣教師の布教活動を援助していたのはカトリック教国のイスパニアとポルトガルでした。当時イスパニアとポルトガルは世界中に植民地を広げる野望を抱いていました。インドのゴア、中国のマカオ、フィリピンのマニラなどを次々と植民地にしていきました。カトリックイエズス会の本部ジェズ教会、日本の宣教師がイエズス会総長に宛てた書簡が残されています。日本においてはカトリック諸侯による武力征服は有効な策であり、またそれは可能である。カトリック教国は次なる標的として日本も虎視眈々と狙っていたんです。慶長17年、一つの事件が起こります。有馬晴信がキリシタンの幕府役人と諮り領地の拡大を狙っていたことが発覚しました。家康は有馬晴信を死罪に処し、これを機にキリスト教の弾圧を始めます。明くる慶長18年12月、禁教令を布告。家康はキリスト教の信仰を禁じ、宣教師の国外追放を諸大名に命じました。有馬氏に代わって島原藩主となった松倉氏はキリシタンの弾圧を実行します。島原にいた宣教師たちは次々と摘発され、国外へ追放されました。民衆たちはキリスト教の信仰を捨てるよう迫られます。迫害の様子を描いた雲仙地獄殉教の図です。改宗を拒む者は煮えたぎる源泉に突き落とされるなど厳しい拷問を受けました。こうした弾圧により禁教令から14年後、島原からはキリシタンが一掃されました。山田右衛門作も信仰を捨てることで松倉氏に召し抱えられたと考えられています。ところが有馬氏の元家臣や民衆の中には信仰を捨てきれない人々もいました。彼らはコンフラリアという秘密組織を作り祈り続けていたのです。コンフラリアでの掟です。拷問や侮辱などあらゆる苦難に耐え強固な信仰を示せば救済される。息を潜めて信仰を続ける人々のもとに大いなる励ましが届きます。ローマカトリックの総本山バチカン、ここにローマ教皇ウルバノ8世が島原のキリシタンに送った手紙が残されていました。我らはこれより殉教を覚悟して母国も捨て去る宣教師の大軍をあなた方のところへ送ることにしよう。それは島原の乱で一揆軍が敗北する10年前のことでした。ゲストのご紹介です。東洋大学文学部教授の神田千里さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。
神田さんは日本の中世、とりわけその宗教と社会という関わりですね、これがご専門でいらっしゃるわけで、その視点からこの島原の乱も研究をなさっているわけですけれども、まず伺いたいのは、当時ですね、そのキリスト教と日本の既存の宗教との間に大変大きな軋轢があったということですね。要するに改宗するということは、それまで信じていたものを捨てろということなんですね。信者の方も今までの信仰は偽りであった、これから誠のキリスト教の信仰に入るということを公然と表明するという形で入信するわけですね。でそうなりますと、結局ですね、入信すればするほど他の宗教に対する攻撃になると。これは仏教の坊さんや信徒だとか、あるいは神道の神官やその信者たちは当然面白くないわけでございますね。でそういったその不況の陰にですね、その大航海時代ですから、イスパニア・ポルトガルの国家戦略も明確にしていた。イスパニアとポルトガルですが、ローマ教皇から、世界を分割して領有すると、そういうことを公認されてたわけで、まさに国家戦略として植民地経営に乗り出していたわけですね。ですから日本に、ポルトガルが進出してくるというのも、いわばそういう国家戦略の一環として行われていたと、こういうことでございます。そういうことに気づいて幕府は、方針を転換するわけですよね。何しろそれまでは殿様が、家臣や領民たちにキリスト教を厚く信じなさいと言っていたのが180度転換するわけですから、民衆にとっては当然納得がいかないわけですね。みんな揃って捨てるなどということは不可能でありまして、例えば、実際に親子が断絶すると、子供が親を捨てて行ってしまうという事例もありますし、夫婦が別居すると、そういうふうなこともあるわけですね。そういう意味では、大変な混乱になったと思います。禁教令からこの14年経った時点、これ寛永5年になりますかね、島原では表向きはキリシタンはいなくなったということになりますけれども、しかし今 VTR でご覧いただきましたように、一部の人の間ではですね、非常に根強いその信仰が残っておりました。そうした中で今度はあることをきっかけにですね、民衆たちが公然とですね、キリスト教を信仰し始めるのでございます。次の VTR をご覧いただきます。幕府の禁教令布告から23年後の寛永14年、三代将軍徳川家光の治世となっていました。この年、島原天草は3年連続の飢饉に見舞われました。それにもかかわらず年貢の取り立ては厳しく、多くの人々は極度の飢えにさらされます。そんな中、一度キリスト教を捨てた人々が突然公に宣言し始めます。我々は今日からキリシタンとなる。千年転んだことは取り消す。この時、密かに信仰を続けてきた人々の間で一つの噂がささやかれていたと山田芋作は供述しています。それは宣教師が日本を去る時に残したという予言でした。やがて善人が必ず生まれ出るだろう。その子は習わないのに諸学を極め、人々の頭に十字架を立てるだろう。その頃、島原の目と鼻の先にある天草に一人の若者が現れます。天草四郎、16歳、かつてキリシタンだった浪人増田甚兵衛の息子でした。四郎はキリスト教の書物や経典をそらんじて人々を驚かせていました。村々に一通の檄文が駆け巡ります。異教徒にはデウス様より火の審判が下される。天草四郎様と申すは天人である。キリシタンにならない者はデウス様に地獄へ落とされるのだ。
10月23日、島原の有馬村で村民が集まりました。天草四郎から直接教えを受けた村人がキリスト教を再び信じようと説きます。今起こっている天候不順や飢饉は、自分たちがキリスト教を捨てたせいだ。全能の神デウスによる最後の審判、そして天草四郎というカリスマの出現、村人のほとんどがキリシタンに戻ろうとします。これを機にキリシタンに立ち返る動きが加速されます。山田右衛門作も自分が治める村の民衆がキリシタンになるに至り、自らも再び信者になります。私たちは以前転宗をして後悔しています。この度四郎殿をキリシタンの大将にして、キリスト教を再興しようと決心しました。10月25日、民衆は武器を手に取り、次々に一気に参加。戦の経験がある浪人たちに率いられ、大官所や藩邸を襲いながら進軍しました。島原の乱の勃発です。蜂起は島原藩の3分の2の村々で起こり、さらに隣の天草にも広がっていきます。翌日、一騎軍は島原城に攻め寄せます。そして藩の正規軍と衝突することになったのです。キリシタン蜂起の知らせは江戸幕府に届きます。将軍家光は危機感を募らせました。反乱の背後にカトリック教国と追い出したはずの宣教師の影を見たからです。幕府は九州をはじめ西日本各地の大名たちに乱の鎮圧に向かわせます。動員された軍勢は最終的に12万人、豊臣氏を滅ぼした大阪の陣に匹敵する数でした。一騎軍の副将格となった山田右衛門作の証言です。攻めてきていると聞いて驚き、話し合いの上原城に立てこもることに決めた。天草四郎を大将にした一騎軍3万7000人は原城に入りました。原城は島原半島の南端に位置します。三方を海に囲まれた天然の要害でした。原城跡の発掘調査によって、この時一騎軍がどのように戦おうとしていたか、その戦略が分かってきました。ちょうどこの長い石垣に沿って、3メーター×4メーター、石は3メーター×3メーターの、地面を掘った跡が、9区画きれいに並んで出てきたんですね。この穴は半地下式の建物の跡です。3万7000人という大人数は既存の施設では収容しきれないため、住居を作っていました。長期戦に持ち込む構えであったことが伺われます。作戦の背景には、あのローマ教皇の約束がありました。殉教を厭わない宣教師の大軍を島原に送り込もう。その言葉を信じた一騎軍は、カトリック教国の援軍が来るまで持ちこたえようとしたのです。一騎軍の心の拠り所となった旗が残されています。天草四郎陣中記、山田右衛門作が描いたと言われています。この旗のもと、四郎と共に戦えば不死身だと信じた人々は結束を強めたのです。それは
島原の乱で一揆軍が敗北する3ヶ月前のことでした。禁教令から23年後にですね、再び信仰を始めたキリシタンたちによって起こされたのが島原の乱でございました。きっかけはですね、そういった人たちの間にこの噂として流布していたある予言でございました。山田絵も作の供述によればですね、その予言といいますのは、最後の審判が迫る中で天の使いがやってくるという、こういうものでございました。当時島原は大変な飢饉でございました。社会的に混乱しておりました。そういった中で天草四郎という16歳の若きカリスマが現れたのでございます。キリシタンは事態打開のためにある行動を起こすことを決意いたします。それは一揆というですね、非常に先鋭的な手法でございました。しかし相手は12万の大軍であります。追い詰められた一揆軍はですね、最後に籠城という手段を取るのでございます。で、昔からこの籠城という手段は鉄則がございましてですね、その5詰め、援軍の当てがあって初めて成立しうる作戦でございました。で、この時も一揆軍は当てがありました。それは外国の援軍でございました。とりわけイエズス会とゆかりの深いポルトガル軍の援軍、これを彼は当てにしていた。しかもローマ教皇はですね、日本に大量の宣教師を送るということも言っておりました。そういったことを当てにして彼らが取った作戦が籠城だったのでございますが、さあ皆さん、いよいよ今日のその時でございます。一揆軍が原城に立てこもって一月後の寛永15年元日、幕府軍12万人は大規模な攻撃を仕掛けます。しかし元有馬家臣の浪人たちに率いられた一揆軍は果敢に迎撃。男は鉄砲を撃ち、女は石を投げ、鎮圧軍を撃退します。幕府側からは4000人近い死傷者が出ました。山田の供述です。前の日の晩に総攻撃のあることを知った。城中ではそのつもりで待っていたので強く防いで、手負いや死人は合わせて17人しかいなかった。1月4日大敗した幕府軍に新しい指揮官が到着しました。老中松平伊豆の神信綱、知恵伊豆の異名を取る幕府一の切れ者でした。信綱は武力による強引な作戦を中止します。そして原城に向けて藪弓や使いを送り、切り崩しにかかりました。キリシタンになったことを悔いて、それをやめ投降する者は許す。これに対する一揆軍の返事です。我々は神に対し命を捧げる覚悟である。信綱はキリシタンの信仰の固さを思い知りました。しかし一揆軍が信じていた宣教師とポルトガルは、果たして助けに来る予定はあったのでしょうか。イエズス会宣教師の報告です。大勢の宣教師とともに日本に密かに入ろうと試みたが、結局上陸できなかった。禁教令発布から23年、宣教師が日本に入国することは非常に困難になっていました。ポルトガル商人から本国に伝わった島原の乱の風聞です。
この度の戦いはキリシタンとは関係ない、島原藩が幕府に逆政を隠すためにキリシタン信徒の反乱だと言いふらしたのである。一騎軍が頼っていたポルトガルからの援軍は来る予定などなかったのです。信綱は一騎軍のキリシタン信仰を揺さぶるべく心理作戦を考えます。彼らはやがて南蛮から援軍がやってくると信じているが、異国人に攻撃させれば嘘だと気づくだろう。1月13日、信綱は長崎平戸からオランダ船を呼び寄せ、原城を砲撃させます。半月にわたる艦砲射撃によって一騎軍は大きな被害を受けました。味方だと信じていた外国船からの砲撃は籠城する人々に失望を与えました。そんな中、事件が起こります。幕府軍の放った銃弾が天草四郎たちを襲ったのです。四郎のそばにいた数人が即死、四郎自身も左袖を撃ち抜かれていました。山田右衛門作はそれを目撃していました。皆四郎殿さえ弾丸に当たり、そばの者が射殺されるとは不吉なことよと言っていた。私はこのことがあったので勇気がなくなった。四郎のそばにいれば不死身だと信じていたのに撃たれて死んだ。自分が信じてきたものは何だったのか、この戦いは一体何のためだったのか。右衛門作は幕府軍に投降しようとします。しかしその企ては一騎軍に漏れます。妻子は殺され、本人は捕らわれの身となりました。籠城すること3ヶ月、頼みの綱だった外国船は一向に来ない。一騎軍の結束に陰りが生じます。2月27日、幕府軍による総攻撃が始まりました。四方から一斉に原城に突入したのです。これまで果敢に敵を押し返してきた一騎軍、しかしもはや対抗する力は残っていませんでした。キリシタンはことごとくなで斬りにした。女や子供までが容赦なく撃たれました。一騎軍の精神的支柱であった天草四郎もついに本丸で命を落としました。今籠城している者たちは来世まで共になる。城に火の手が回る中、籠城した人々は最後まで神を信じ、折り重なるように死んでいったのです。そしてその時、寛永15年1638年2月28日、原城は陥落し、島原の乱は終わりを告げました。
幕府軍はまるで乱を封印するかのように、一騎軍の遺体もろとも原城を城ごと埋め尽くしました。乱の直後から幕府は禁教令をさらに強化、踏み絵を使ってキリシタンを摘発する宗門改めが行われるようになりました。明くる寛永16年、将軍家光はポルトガルと国交を断絶。ここに230年にわたる江戸幕府の鎖国体制が始まったのです。一騎軍にしてみれば、その頼みの援軍が来なかった、はい、それから宣教師も来なかった。幕府軍の記録によると3万7千の一騎軍は結果として玉砕をしてしまう、はい、生きていく勇気というのは信仰なんだと、しかし信仰は認められないと。でこうなりますと、やはり最終的にはあくまでも戦うということしかなかったんだと思いますね、うん、純粋な信仰だったわけですけれども、結局は、反乱の企みだとか外国との通謀だとか、まあ、一方的なレッテルを貼られて葬り去られてしまったということで、まあ、宗教でなければちょっとないような不幸な悲劇であったと、うん、そういうふうに思っております、うん、はい、一方幕府側から見ますとね、はい、まあ、言ってみれば島原という一地方にですね、はいはいはい、12万もの大軍を投入したと、はいはい、何を恐れていたのでしょうかね。百姓一揆だったら大名が味方するということはまず考えられないわけですが、キリシタンとなるとですね、話は別でございます、うん、何しろついこの間までキリシタン大名というのが現実に存在したわけですね。で大名が立ち返ったら、これは一揆どころでは済まなくなる、天下が覆るようなことになると。でそうなってくると、さらにその背後にはカトリック教国という、宗教によるつながりがあるわけですから、幕府はそれを非常に怖がっていたんだろうと思います。さあ神田さんは今日のその時はどう歴史を動かしたとお考えでしょう。はい、そうですね、まず鎖国政策が取られたということで、長期の平和があって、その中で現在日本文化と言われているようなものが独自の発展を遂げることができたと。これは非常に後世にとって大きなことだったと思います。ただそれはキリスト教を認めないという前提でその平和が成り立っているわけですから、まあ、そういうキリシタンの多大な犠牲の上に成り立った平和であったと、こういうことではないかと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日の番組の終わりはですね、この一騎軍の指導者の中で唯一生き残ったといわゆる山田右衛門作のその後、この後ご紹介しながらのお別れにしたいと思います。今夜もご覧いただきありがとうございました。島原の乱の供述をした山田右衛門作はその後江戸に連れて行かれました。そして松平信綱の下でキリシタンを摘発する仕事をさせられたといいます。宮崎県西臼杵郡高千穂町、ここにさらにその後の右衛門作の消息を知る手がかりがありました。山田右衛門作の口書き写しが見つかった田原地区、代々ここに住む内倉さんの母方は山田姓です。そこから内倉さんは山田右衛門作の子孫ではないかと言われています。山田という姓はその当時はこの西臼杵郡で一軒しかなかったんですね、まあ、そういうことで、島原の乱の生き残りでということになれば、それは山田右衛門作かな。集落の外れにある高昌寺、ここでキリシタンゆかりのものと思われる遺灰が見つかりました。遺灰の中から現れたのは墨で書かれた十字架です。多分これが隠し十字だと思います。山田右衛門作がですね、
島原の乱が落ちて密かにそのこの十字を祈ったという可能性がですねあると思います。妻子を亡くし住む家を亡くして右衛門作はどんな思いで再びキリスト教に帰依していったのでしょうか。島原の乱から230年、明治維新を迎えます。長崎では再びキリスト教の信仰が認められるようになりました。長崎を訪れた宣教師たちを迎えたのは、江戸時代の禁教令を耐えしのぎ信仰を守り続けた末裔たちでした。人々の信仰心に感激した神父の言葉です。苦難に直面しながら彼らの信仰の精神は打ちのめされていない。信者たちは長崎の地に再び教会を建設していきました。少ない稼ぎの中から建設費用を出し合い、労働奉仕に汗を流したといいます。信仰のために捧げられた幾多の命、その悲しみを乗り越えて今日も穏やかな祈りが捧げられています。戦後最大のイベント東京オリンピック、開幕を告げる聖火には日本人の悲願が込められていました。戦争により一度はついえた東京大会、戦後平和を願う国家に生まれ変わったことを世界に伝えるためもう一度挑戦したのです。次回のその時歴史が動いたは、東京大会実現までの知られざる道のりを描きます。